こんにちは、粟田洋介です。ちょっと小さなキャンバスにアクリル絵の具で絵を描き始めているんですが、今回は外国をイメージした絵を描いていこうと思います。外国って言ってもどこの国っていうわけじゃなくて、なんか見知らぬ異国を想像してそれを絵にしていこうと思います。まあ国の名前も知らなければ行ったこともない国っていう感じですね。そんでちょっとシンプルな絵になるんじゃないかなと思っています。私の国にはない鮮やかなオレンジ色の光、そして真っ赤な空。きっとこの国には大自然もあって、その国の伝統が残されていて、文化も習慣も私の国とは全然違います。そしてその国の人たちは私の国のことを全然知りません。その国の人たちとは言葉が全然通じないんですけど、なぜか心が通じます。ちょっとそんな妄想をするのもたまには楽しいんじゃないかと思います。結構絵の具を厚塗りしちゃったので乾くのにかなり時間がかかると思います。しかも今日は雨で天気が悪いので余計に時間がかかるんじゃないかと思います。でもまあ絵の具が乾くのをちょっと待って、それから続きを描いていこうと思います。このチャンネルではアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。4時間ほど経ったんですが、ちょっとこの光ってるところがまだ乾いていません。ちょっとまだこんな感じなんですが、気にせず描いていこうと思います。想像の異国っていうイメージが絵を描き始めた時にはあったんですけど、4時間経ったらちょっとそんなムードじゃなくなってきてしまいました。そんな時は自分の中にある異国情緒あふれるなんかイメージの音楽みたいのを聞いたりとか、ちょっとそういう気分に浸って、それでちょっと感情を注ぎながら絵を描いていこうと思います。なんかちょっとわかりづらいんですけど、人みたいのを描いています。私は海外に行った時とか人との触れ合いを大事にします。まあ観光をするっていうのも楽しいんですけど、なんか体験をするっていう方がなんか喜びを感じます。特に現地の人とかと触れ合って、自分の育った環境や住んでるところと全然違うんだけど、そこの出身の人とかそこに住む人たちと心が通じた時にすごい喜びを感じたりします。ちょっと描き始めたらシンプルなアイディアなんですが、なんか異国の気分が出始めてきました。私の場合、感情とか雰囲気とか、まあ自分の気分ですね、なんかそういうものから作品が出来上がってきます。私の作風は具象的、なんかモチーフを描くみたいな、そういったスタイルなんですが、そのモチーフが何であるとか、そういう物質的なことよりも、なんか雰囲気とか感情、そういったものを表現することがなんか大事だと思っています。なんか意識的に表現するっていうよりは、なんか勝手にそういう風になっちゃうって感じです。
まあ今回シンプルな絵になると思うんですが、そういった感情が現れ始めているんじゃないかと思います。では続けて仕上げていこうと思います。絵が完成しました。これは異国の真っ赤な空というタイトルをつけました。先ほども言ったように、どこの国っていうわけじゃないんですが、なんかこの絵はどこかの国っていう感じもしなくもないですね。もしどこかの国みたいって思った方がいらっしゃいましたら、コメントで教えてください。結構絵を描くときって、その気分にならないときってアイデアが出てこないんですよね。結構音楽を聴きながらとか絵を描くと、その雰囲気になってどん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 絵が出来上がってくることがよくあります。動画を撮りながら絵を描くときは音楽とか聴かないで描くんですけど、今回は異国の絵を描くっていうことで、ちょっとその気分に浸りながら感情を湧き出させなきゃなかったので、今回はマケドニアンジプシーというアルバムを聴きながら絵を描きました。そうしたら見る見るうちに絵が出来上がりました。マケドニアといえば、2018年の4月にマケドニアへ行きました。結構前からマケドニアに行きたかったんですけど、なかなか行く機会がありませんでした。で、私には血のつながりのないマケドニア人のいとこがいて、その人が一時帰国するということで、一緒に行かないかと誘っていただいたので、行く行くっつって行ったんですけど、その時にこういうスケッチブックを持って行きました。私はマケドニア語できないんですけど、一応マケドニア語で調べて、滞在したストゥルメッサという町の名前と、マケドニアってマケドニア語で書きました。2018年4月ですね。スケッチブックの1ページ目は、こんな感じで、これはね、私がマケドニアに行く前に私のマケドニアのイメージということで、見たことのないマケドニアをイメージして描いた絵です。これがタイトルですね。で、翌日、スコピエってタイトルなんですが、スコピエっていうのはマケドニアの大きい町です。こんな感じの絵ですね。スコピエにはアレキサンダーの銅像があって、で、来る途中に見たいろんなものをここに描きました。猫が描いた、猫も見たんですね、その時。そしてこれが次の日、マケドニアの最初の朝の絵です。マケドニアで見たものを描きました。太陽があって、家ですね。それから鶏とかがいて、馬だかロバだかを見て、こんな感じをちょっと描いてみました。同じ日に描いています。これは翌日ですね。翌日描きました。ちょうどヤギの赤ちゃんが生まれるところに立ち会ったりとか、あとはロバの赤ちゃんを見たり、なんかその他いろんな動物と触れ合ったりとか、そういう体験もたくさんできてすごく良かったです。ウィッチ、魔女というタイトルですね。なんかマケドニアには、なんか魔女が出てくるような、なんか家があったりとか、なんか日本と違う感じが、すごい面白かったです。これが、ウォーキングネイバーフード。その、いとこの家の近くを散歩したりとか、なんかもうすごいいい体験をしたような気がします。
これが羊が出てきてるんですけど、羊を連れて歩いてる、なんか老人なのか、そうじゃないのか、男の人。顔がすごい 目に穴が開いたような顔をしてて、すごい無表情で、直接会って話せば全然違う人なのかわかんないんですけど、なんかちょっと怖い感じがしました。これは good people ですね。マケドニアの人たちは本当にいい人ばっかりでした。まあ私が会った人たちはですけどね、言葉の通じる人でも通じない人でも人と心が通じ合うっていうのはすごく嬉しいことで、特に文化が違う人たちとかっていうのはなんかギャップがある中で心が通じるっていうのはなんか特別な感じがします。これはライフっていうタイトルですね。なんか別の文化の別の習慣の国へ行って、いとこの家族とか友達とかいろんな人と触れ合ったり、私にとってはすごい楽しい旅行でした。これは Nature is not square というタイトルです。どういう意味でこのタイトルをつけたんだか忘れちゃいましたが、とにかくマケドニアにいる間はすごい自然を感じました。自然を感じるっていうか、もうすごく良かったです。これは Imperfection というタイトルで、何を意味しているのかは忘れてしまいました。なんかこんな感じの絵です。これは Rich Life というタイトルですが、絵を描いた時にどういう気持ちで描いたのか忘れましたが、経済的な意味ではなく、心がリッチだったり生活がリッチだったりする人たちは日本にもたくさんいらっしゃると思いますが、マケドニアにもそういう方がたくさんいて、そういう人たちに出会えるっていうのはすごく素敵なことだと思います。このタイトルはテクノロジーでは日本は世界の最先端を行く国の一つだと思いますが、そういうものがないところにもなんか素晴らしいものっていうのがあって、今回創造の異国を書くって思いついた時に、そういうテクノロジーとかが進んでないんだけど、なんか人間的なすごい感情とかそういったものを表現したいなと思いました。でマケドニアでもそういったものをすごく感じました。これのタイトルはリミテッド。なんでこのタイトルをつけたのかは本当忘れてしまいました。この絵を見ても思い出せません。次のページはノーフィーム、テーマなしってことで適当に書いたんじゃないかと思います。でもこの旅行でなんかいろいろ感じながらそういった感受性で書いたんですが、書いた時のことを全然覚えていません。これはもうタイトルとか書いてなくて、多分だけど書き忘れたんだと思います。こっからあとはタイトル書いてないんですけど、多分こういうイメージってマケドニアで見たイメージと、あとはマケドニアがこうあってほしいとか、こういうなんか神秘的なもの、そういうものをなんか勝手に書いたって感じですね。この絵もそうですね。マケドニアに行く前からヤギとかロバとか羊とかっていうのは考えてたんですけど、なんか農場とかがいっぱいあって、もう見たかったマケドニアを見れたって感じですね。まだまだ行ってみたいこと、やってみたいことってあるんですけど、まあでもマケドニアに行けて本当に良かったと思っています。まあこれもタイトルないですけど、なんか古い建物とか、古い建物って言っても別に歴史的なものっていうんじゃなくて、なんか修理が必要な建物とか、そういうものはなんか日本人の私からするともう本当多くのことがすごい神秘的に感じました。なんかこの数ページはこのスケッチブックの紙が余ったので、日本に帰ってから書き続けてたものなんだと思います。これもそうですね、私なりのマケドニアのイメージなんですかね。これもで、これが最後のページでした。まあ2018年の旅行だったんですが、人の気持ちっていうのはすごくありがたくて、作品作りをする時もその心っていうのはすごく大事にしたいと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録やコメントなどをいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。